自然は無形です、小雨が降ったと思えば豪雨になったり、でもその中にですね、陰と陽、プラスとマイナスというエネルギーの法則があります。私はですね、この形にとらわないでやりたいと武術を考えています。で、例えば陳式はこう激しい動作、様式体験がゆったりした動き、これも知性があります。今日はですね、陳式をですね、こうゆったりしてゆっくりやってみたいと思います。その時に大事なことは重心移動です。で、何をするかというと、なるべく筋肉を使わない。筋肉っていうのはこういうふうにですね、粘土でいうとこの軸をこう支えるために、形を作るためなんですね。ポーズを取るときにはいいんですけれども、動いてるときっていうのは筋肉はかえって邪魔になることが多いです。そこで重さっていうのは、この流れてくるこの水ですね、体の中の液体で、気が上に上がって呼吸をしていく、そういうところを重視して陳式第三混合胴体までをやってみたいと思います。まず重心、まずここをつけて、ここから重心をしっかりできます。後ろに引いて、重心移動ですね、決してこうお腹を膨らませるものではなくて、ここでまとめます。気を上にこうまとめて、肘を締めます。それと同時に膝を開きます。次、混合胴体、まず重心移動が入ります。重心移動、そのままこういかない、重心移動して、気の流れ、重心が移動してから、気を指先まで伝えていきます。順天逆転使って、重心度が大事です。方向転換、こういうこともすごく大事ですね。このままいかない、方向転換をしっかりします。重心、こう持っていかないですね。こう開けます。開けて、ここから重心を上げていきます。で、肩、肘を締めて、気を上に持っていきます。ここは鎮血中で、タオル、ここは丸く、で、ここで前に進みますね。その時に詰まります。ここで一回こう持ってきて、
きよりも気の流れを大事にします。そのためには股関節の開きがとても重要になってきます。でこのままいくとやっぱり筋肉主体の動きになります。少し抜きます。右股関節を開けます。このまま手でいかない。ちゃんとこの気の流れを作ってから、下半身の気の流れ、重心動がしっかりできてから天使形を描いていきます。これもですね、ここに集めてここに流します。足先、この足先を意識しますね。ただ単に出すのではなくて、そのためにはこう伸ばします。これもただ手を前に出すよりもこう伸ばします。この時もこうしかない。完全に重心は実を作ってから